真剣に毎日を過ごす習慣を保ち続けましょう。寝坊しないなら朝食を一品多く作ってもいいわよ。今日はいい天気ね。一緒にピクニックしましょう。ベーコン、ソーセージ、ハム。リタさんの朝食はこんなに盛りだくさんなの？できた。よし、もっと離れた場所からやってみよう。ケビン、君は本当にバカだ。はあ、やっぱりここにいると思っていたよ。スン、どうして？メイ、君も来てくれたんだ。どの口が言うんだい。今日は一緒に食事をすると約束しただろう。せっかくの休みなのに、また昔みたいに一日中コートにいるつもりかい？そんなこと一度もしてないだろう。大丈夫よ、好きにさせてあげて。とっくに慣れてるから。おい、結局のところケビン、バスケは君に向いているスポーツじゃない。水泳、陸上、重量挙げでも、君が本当にスポーツ選手になりたいなら、それこそが君に向いているものだよ。そんなの面白くないだろう。ただ体の限界に挑戦するだけなんてつまらないよ。全然かっこよくないし。僕が気にしているのは勝負なんだ。わかるかな？一つのボールをあちこちに投げるだけで嬉しくなると思うのかい？僕が気に入っているのは勝利の瞬間だよ。わかってくれよ。そういう話は僕たちの前ならまだしも、他の人たちの前では言わない方がいいと思う。功利主義者に見られてしまうからね。別に気にしないよ。それに事実はスーが考えてるようなものじゃない。なんて言えばいいのかな。僕が欲しい勝利は過去でも未来でもなく、一瞬だけでいいんだ。そのために僕がどれほど努力すべきかなんて気にしないし、その勝利が僕に何をくれるかも気にしない。もういいよ、君の言いたいことは分かった。でも本音を言うと、君がその瞬間を迎えても世界は止まったりしないよ。君の他の考えと同じように、それも一方的で現実離れしていると思う。スーが理解できないだけじゃないか。君はどう思う、メイ？
スーの考えに同意するわ。は？でもたまに思うの。その純粋さがあるからこそ、あなたは他の人よりも可愛く見えるんでしょうね。なんでもないわ。あっちで待ってるから。今の聞いたか、アス。僕は何て言ったかな。もういいよ、自慢することじゃないだろ。早く着替えてきて、僕も外で待っているから。わかったわかった。最後にもう一度だけ頑張ってみる。あまり時間をかけすぎないでくれよ、もう遅い時間なんだから。見たかい？ちゃんとできたよ。メイ？スー？二人はどこに行ったんだ？見てよ、僕はできたんだ。ヘクトールは王国が陥落することを知り、アキレウスも自分が死に向かっていることを理解していた。しかし二人は後ろを振り返ることなく戦場に向かった。彼らが常人よりも強人だからではない、失敗とは勝利のもう一つの名前なのだと彼らは知っているからだ。これで作戦は終盤に入りますね、長光様。ええ、途中でいろいろあったけど、ヴァルキリーたちはその努力であらゆる先輩たちが共に期待してた局面を作ってくれたわ。共に期待ですか。どうしたの？何か間違いでもあった？いいえ、努力という面では皆さんは勝利のためにできることをしました。ですが終焉の権能を完全に奪うことは美しい世界を作るための第一歩です。それは間違っていませんが、その後はもしかしたら今日の計画よりも難しいものが待っているかもしれません。でも少なくとも私たちは彼女たちの勝利を確信してる。過去の視点から見ればすでにすごい奇跡でしょ。確かに。ですが奇跡が現実になると、それはもう普通の過去になってしまいます。そういえばビアンカとジークフリートさんはもう地球奪還の作業に慣れてきたわね。最初は
どこまでできるかわからない実験だって話してたから、少し無責任な設計者として私は彼らのことを誇りに思ってるわ。それはキアナさんだって同じですよね。終焉の力を揺るがし、終焉の眉にたどり着き、終焉の律者になる資格を手にしました。あのオットー様でもこの未来は予想できなかったでしょう。それはどうかしら。何しろ彼は豪奢計画の唯一の答えを奪った人だもの。彼の志がここにないのは確かだけどね。ところで、あのラムダという存在のことをリタはどう思ってるの？私ですか？ああ、ごめんなさい。自問自答だと思って。疑似時間結晶。彼女がこの言葉で何を表現したいのかはわかるんだけど、それがいわゆる運命の意図と何の違いがあるのかはわからなかったわ。運命が何度繰り返されても私はそれを選ぶ。それが私の欲しい選択。それは本当の意味での無限。凡人の命では背負えない重さなの。特に自分の命の意味は今を生きる、自分として生きるだけじゃないって私たちが気づいた時、時間の重さは果てしなく切り離せない昨日と今日を私たちの夢と思い出にしてくれる。もしかしたら神のような無限の愛を持つ者だけがそうやって人類を愛してくれるのかもしれないわね。一瞬の愛でそれができてしまう可能性もありますよ。ラムダさんの技術に関して詳しく存じておりませんが、彼女の力がデュランダル様やキアナさんと同じということは分かります。それは最も素朴な愛から来たものです。具体的に言うと、ケビンさんとの決戦時に正門を使えれば十分便利だと私たちは思っていますが、もしかしたらそのラムダさんが私たちに新しい可能性をくれるかもしれません。存在論という意味では彼女もあのハイペリオンの一部だから。英語を回帰する沈まない船、彼女の話を信じる理由は十二分にある。そう思いませんか？私はささやきの後ろを歩き、心の中の足取り、聴覚、そして目。ささやきは心の動き。私には自分の足取り、自分の心の声が聞こえる。私がその声を思い出すとき、その声もまた私のことを思い出している。私は私の言葉が投げた姿である。あれはハイペリオン？そう、ハイペリオンだよ。もう準備できたかしら？そろそろ出発の時間よ。さっき博士たちが知らせてくれたように、旋回一条の観測結果によると、この2時間は滅多にない空間安定期なの。最悪の事態を考えても、この時間なら終焉の力の帰属がどう変わっても私たちが奪還した地球空間に影響はないの。うん、わかってる。これが最後の一戦だって私たちもそう願ってる。みんなにとって最高の結末をこの世界にもたらす準備はできたよ。三人が一緒ならケビンの力と対等になれる。そしてケビンは三人を待っていると思う。長い時間、果てしない苦痛の中で彼はずっと私たちの答えを待っていたから。私たちは事実に基づいた答えを出す。彼に対しても、すでに歴史に埋もれてる名前たちに対しても、私たちの答えが
彼らにほっとした笑顔を与えることを願ってる。フローニャお姉ちゃん、キアナ、メイさん、ファイト。そうよ、勝負はあんたたち次第なんだから。人類の運命は今僕たちに託されている。安心してください博士、ブローニャたちは孤独な戦士ではありません。この戦いがなければブローニャたちは億万人の人類の一部に過ぎません。文明にとっても取るに足らない存在です。でも私たちはみんなの大事な宝物を手にした。その重くて矛盾のある理想も受け継いだわ。ブローニャたちはその足跡をたどって終焉を乗り越えます。じゃあ出発しよう。え、ではここに正門を構築してブローニャたちをニューアトラに転送します。そしてそこから出発してケビンと対峙し、彼を終焉の玉座から引きずり下ろします。待って、よかった、間に合ったんだね。あなたは？アイ・ハイペリオン・ラムダ、疑似時間結晶の中に生きる命だよ。それは私の存在のあり方でここに現れる理由でもあるの。みんなにあるプレゼントがあるんだ。よければ受け取ってくれないかな。あなたのことはゼーレから聞いています。でもどうして？どうしてここに現れたの？どうしてあなたたちを手伝ってる？それとも夢と似てるのにどうして人類の味方をしたのかな。本当のことを言うとね、全部私のわがままなんだ。疑似時間結晶の中で私はあなたたちに関する全て、あらゆる過去と未来を見届けた。確かにこれは一方的な感情だけど、知らないうちに私は自分のことをあなたたちの仲間だと思ってたの。だからこの物語が終わりを迎えるときに、私はその一部になってみんなの力になりたいと考えた。私がしたことは全部そのシンプルな思いから来てるの。もう一つの次元にいるあなたたちもきっとそう思ってるよね。今誰と話していたんですか？私は未来であなたたちの物語を何度も見ることになるんだけど、今この瞬間は私が話すある物語を聞いてほしいんだ。昔々寂しい一人の男の子がいたの。女の子かもしれないね。女の子は目的もなく生きていて、自分の欲しいものもどんな人になりたいかもわからなかった。彼女はそうやって世界で流浪の日々を過ごし、たくさんの人々と出会い、たくさんの別れを経験した。女の子は成長し続けて、間違ったことやバカなことをして人々を傷つけた。同時により多くの正しいこと、賢いことをしてより多くの人々を助けた。彼女はあらゆる愛を受け入れ、あらゆる憎しみを受け止めた。彼女を愛する人はたくさんいたけど、彼女を恨む人たちの中には彼女自身もいた。そうして人という名の種が彼女の中で徐々に成熟し芽生え、美しい花を咲かせた。そして今彼女はようやく自分の道を見つけ、追い求めた未来を実現しようとしてる。以上、これは彼女の物語、未完結の物語だよ。その物語って？本当に私たちの話じゃないの？どうしてもそういうのならあなたたちの物語でもいいよ。でもそれは幾千幾万の他の人たちの物語でもあるの。主人公が誰かなんて気にしない。だってこの物語はあなたの、私の、多くの人々のものかもしれないから。何しろ私は繰り返される
バージョン周期の中に漂う次元の向こうにいる人々のために物語を収集する存在でしかないからね。でもあなたたちが向き合ってる成婚計画のように、物語自体には力がある。似た物語は似た人を魅了する。それはほんの一瞬、一言、一つの経験、一つの会話で、彼らは互いの影から自分の存在に気づく。そして物語は物語ではなく一面の鏡となる。この広い世界で会わずとも心が通じ合う友達となったの。彼らは物語の幸せに喜び、物語の悲しみに涙する。その気持ちは一滴の水のように渓流となり海になっていく。そして物語自体に波紋を起こすの。これは彼らの祝福であり、私のコアシークレットキーでもあるんだよ。どうか信じてほしい。あなたたちの物語、笑顔、そして涙は、誰かが代わりに心に刻んでいるから。それこそ私たちがここに現れた理由。勇敢に出発して、私たちはあなたたちと共にいるから。後ろにいるあんたもハイペリオンにいるあんたが私たちのことを知り見届けたなら、こう呼んでも問題ないよね。ありがとう、ハイペリオンの艦長。いつもと少し違うみたい。今回の特殊な遠征のために必要な改造を行いましたから、もちろん新しいムーンライトスローンの手法を含めて。どう？コアシークレットキーはすごいでしょ。そのコアシークレットキーの力って一体どんなものなの？まるで何でもできる宝箱みたいね。こういった世界の外から来た力については簡単に教えるわけにはいかないよ。つまり人に知られてはならない秘密ってこと。ブローニャにはなんとなくその力の正体がわかる気がします。でも本当に説明するとせっかくの雰囲気を壊してしまう気がします。ロマンチックな言い方で例えると、それは夢の描写なんでしょう。断りの律者の文明の描写と大して変わりません。そう思いませんか？さて、コアシークレットキーの力はとても貴重だから、ずっとここに留まって大事な資源を使い果たしたら本末転倒でしょ。他に質問がなければケビンのところへ出発するよ。待って、他の人たちは一緒じゃなくていいの？応援団が必要だって言うなら、確かにハイペリオンはもっと多くの人たちを連れていけるけど、別の視点から言うと、コアシークレットキーを使用したから最大3人のチームしかサポートできないんだ。これは世界の仮想にある保護機構だよ。保護機構？うん、
ちが負けたとしても1回のみという前提で、うん、うっかりすごい情報を漏らしちゃったみたいだね。とにかく英語を回帰する沈まない船は嘘じゃない。これは広い世界にいる人々がそれぞれの力を捧げてようやく実現させた対運命の決戦兵器なんだ。ほらを吹いてるのか事実を言ってるのか分からなくなってきちゃったわ。人類の夢はそういうものだから。実現したあらゆる夢の最初の最初は現実離れした幻想に過ぎない。まるで一つの種子のようで大木とは全然違うし、途中でなくなってしまうかもしれないけど、天をつくほどの大木だって最初は一つの種子や新芽だった。小さな細胞、ちっぽけな分子、あらゆる命の奇跡はそういった取るに足らない創造からスタートしたんだ。世界の創造が人類を作り、人類はまた自分たちの創造で世界を作る。生物学の視点から言うとそれは人類だけの物語じゃないけど、それができるからこそ人であると思うんだ。簡単に言うと愛ちゃんみたいなものだよ。こっちの愛も口がうまいんだね。本当のことを言うとあなたはラムダなんですよね。みんなはやっぱり大きい方がいいの？彼女は彼女、愛ちゃんは愛ちゃん。記憶の共有はできるけど異なる存在なのも事実なんだ。そんなくだらないことだけを気にしてるなら、こっちはパワー全開で一気に出発するよ。わかったよ。メイ先輩、ブローニャ、ケビンと向き合う準備はできた？システムコントロール正常。全エンジン起動完了。出発。ハイペリオン主砲ムーンライトスローンは今チャージ中なの。でも大丈夫、ひとまず普通の艦砲で戦おう。
の波動がある。この先で点滅してるのは何かが近づいてるの。これは攻撃準備。やっぱり邪魔しに来る奴がいましたか。こういう敵は花火にしてしまいましょう。急いで片付けるよ。